どうも、ハイキョウです。今日はこちらサイラッシャーさんのコモダに試乗していきたいと思います。今回ね、タイアップという形でお話しいただいたんですけど、こちらはフル電動自転車ですね。で、モーターの区分がですね、なんとこちら原付2種になるんですよ。で、それでいてですね、はい、こちら30キロしかないんですよ。車両重量30キロの原付2種ってどんな加速するんだっていうところを僕は今回一番期待しています。今回はこちらのコモダ試乗していきたいと思います。はい、それではまずはですね、足つきをチェックしてみたいと思います。僕の身長は164センチ、体重62キロ。今日はいつも通りライディングブーツを履いておりますので、つま先のソール厚は 1.5 センチとなります。で、今回試乗するこちらのコモダなんですけれども、まあ、通常の自転車同様にですね、サドルは調整できるようになっております。で、とりあえずね、一番サドルは下げてあります。で、車両重量に関しては30キロなんですけど、バッテリーが入ってますんで、バッテリー込みで34キロということですね。実際にまたがってみます。バイクと違って乗車 1G でがっつり沈むとかはないですね。僕の身長でも、あ、かかとまでしっかりつきますね。これはめちゃくちゃ安心感があります。女性でもサドルを一番下まで下げればそんなに心配ないんじゃないでしょうか。うん、全然余裕ですね。まあ、30キロしかないんで取り回しはめちゃくちゃ楽ですね。こんなに軽い原付禁止ってあっただろうかって感じですけどね。よいしょ。はい、それでは続いてディテールをチェックします。それではコモダの装備をチェックしていきたいと思います。まずヘッドライト。ヘッドライトはこちら LED が採用されております。これね、かなり明るかったですね。夜道とかでは非常に心強いと思います。続いてフロントフォークはですね、こちらは整列のフォークが採用されております。かなりね、このフォークも質感高いんですよ。しかもですよ、これ見てください。右側はコンプレッションって書いてあるんで、これダンパーのセッティングですね。そしてこちらの左側、なんとこちらはプリロードの調整ができるようになってるんですよ。これすごいですよね。アジャスタブルタイプのサスペンションなんですよ。続いてフロントのブレーキなんですけれども、こちらはディスクブレーキが採用されてますね。どうですか、このキャリパーもなかなか質感が高いですよね。またこのウェーブ形状がね、ちょっとオフロードっぽい感じをね、出してますよね。このメインフレーム見てください。これアルミ製なんですけど、なんかスーパースポーツのメインフレームみたいな感じですよね。これ相当かっこいいですね。で、この中にね、バッテリーが収納できる感じになってますね。ちょうどシートの下あたりにですね、サスペンションが来てます。これリンク式ですね。ここからリンクされてサスペンションがマウントされてます。こちらはですね、バネはついてないのでアブソーバー単体っていう感じなんですけど、まあ、車両重量が軽いんでね、こういう感じにしてるんだと思います。フル電動なんですけど、普通にペダルを漕いで進むこともできるので、ギアがついております。こちらはシマノのギアで7段変速となってますね。ウインカーはバーエンドタイプで、ミラーもバーエンドタイプがついてます。で、さっきね、室内から出す時にも非常に重宝したんですけど、これね、折りたためるんですよ。こんな感じで折りたためるので、まあ、室内保管してて外に出す時とかはこうやって折りたたんじゃうと楽ですね。タンデムステップがついてるわけではないので、2人乗りということではないんですけど、結構堅牢なキャリアがついてます。リアボックスとかつけたら便利そうですね。テールのユニットも LED なんですけど、まあ、テールはですね、ウインカーがテールと一体式のユニットになってますね。ギアのブレーキもディスクブレーキにシングルキャリパーっていう感じですね。やっぱこのキャリパーが非常にかっこいいです。シートはこんな感じでね、自転車のシートみたいなものがついてますけど、結構肉厚です。座っててもね、結構座り心地は良かったですね。で、ここのノブをグッと開けることで、この高さが調整できるようになってます。左の集中スイッチがこんな感じですね。この下側のオレンジのレバーがウインカーです。で、保温で、これがパワーのダウンとアップ。で、一番上が電源ですね。右側はギアの操作ができるようになってます。ここにもね、シマノのギアがついてますね。はい、メーターはこんな感じです。左側にスピードで、右側にですね、今パス1って書いてありますけど、ここがね、まあ、いわゆるパワーモードですね。これがね、5段階で調整できるようになってます。タイヤはこんな感じのアドベンチャーっぽいブロックタイヤが採用されてますね。昔 TW とかで使われてたバルーンタイヤっぽい感じですね。
でこちらはね20の4って書いてありましたけど、まあ、表記通りだと20インチっていうことになりますね。で幅は4インチだから、まあ、大体100ミリ10センチぐらいの幅のタイヤが採用されてますね。さあそれではコモダ試乗していきたいと思います。まあ、エンジンじゃないんでねスイッチを押したらすぐ走り出せる感じなんですけど、スイッチ音はこちらになります。では走り出してみたいと思います。おおモーターってこう唐突に加速するからそれが怖いんだよな。今、モード1ですね、エコって書いてますけど、エコモードはですね結構すぐスピードは頭打ちしますね。18キロぐらいっていう感じですかね。でもね走り出しは結構パワフルです。結構速いですよ。で次に入れます、モード2。おおローこの唐突の加速がほんとちょっとびっくりしますね。モード2に入れると 26.7 キロまで加速してますね。あ、これもなかなか速いですよ。ただ結構ねこれフレームとかサスとかがしっかりしてるのでスピード出しててもそんなに怖くないですね。僕こういう電動系は本当にスクータータイプのヤマハの E01 とあと電動キックボード乗ったことありますけど、電動キックボードはね結構スピード出すとフラフラするんですよね。でもこのコモダに関してはね全然フラフラする感じもなく非常に快適に走れますね。今パス3になりました。モード3ノーマルですね。ノーマルになると 33.8 キロまで加速します。これぐらいまで加速するともう気持ちいいですね。40キロの制限速度の道路ですけど、まあこれぐらいのスピードで走ってるとそんなにギャンギャン抜かれたりっていうことはなさそうです。後ろに思いっきりぺったりタクシーに疲れてますけどね。ちょっとモード1個上げてみようか。今度4にしました。今度はハイですね。ハイまで上げると何キロまで行くのかな。ハイまで上げると、あ、40キロ超えてきますね。これぐらい加速できると非常にいいですね。おー、ブレーキもさすがディスクルブレーキだからよく効きますね。の坂道ですね。坂道はどうなんだろう。あ、坂だと、いやでもそんなに加速が鈍る感じがないな。最高速はちょっと落ちますね。モード4は40キロまで加速できるはずですけど30キロちょっとぐらいまででスピードが落ちちゃいますね。このモード4のハイはね40キロで頭打ちするんですけど、40キロまでの加速はむちゃくちゃ速いですね。さっきね信号で 50cc のスクーターと並んだんですけど、走り出しは全然こっちの方が速いです。5にしてみましょう。はい、パワーモードになりました。ただパワーモードになっても最高速は変わらないな。多分これリミッター効いちゃってるんだと思うんですよね。だいたい42キロから44キロぐらいの間っていう感じですね。これもうちょっと出せてもいいのにな。せっかくの原付2種でこれだけ剛性あるのでもうちょっと出ても全然安心して乗れるんじゃないかと思いますね。普通の自転車に乗ってる感覚とはちょっと違いますね。やっぱり普通の自転車ってサスペンションついてないじゃないですか。でこれやっぱサスがついてるから乗り心地が普通のね自転車と比べるとちょっと違いますね。ダンパー効いてる感があります。こう段差とかを越えた時にズコンって沈むんですけど、その後ねしっかり押さえが効いてるので乗り心地が結構いいです。でこの乗り心地という面においてはこのバルーンタイヤも結構ね影響してるんだと思うんですよね。バルーンタイヤってね結構厚いから意外とこのタイヤの方だけでもね乗り心地が良くなるんですよ。その辺をすごく感じますね。よいしょ。走り出しなんかはねちょっと自分でこいでもいいかもしれないですね。で漕ぐとねアシストが働くようになってます。今結構上り坂を登ってますけど、ここはちょっとやっぱ坂がきついからスピードが落ちますね。いやーでもこのブレーキのカチッとかはねすごくやっぱ気持ちがいいですね。僕もいわゆるクロスバイクっていう自転車乗ってて、それもねディスクブレーキなんですけど、まあ、結構カチッと効くんですよね。このディスクブレーキは非常に気持ちがいいですね。で基本的にこうやって道路走るときはですね、モードはずっと5でいいかなって感じですね。だいたい30キロの道路とかでも周りの車って40キロぐらいで流してますし、40キロぐらい出せるモードにしておいた方がいざという時に加速ができるのでいいと思います。あ、このねバーエンドミラー意外と見えますなんか小さいしこれ大丈夫かってちょっと思ってたんですけど、思いのほかこのバーエンドミラーはしっかり後ろが見えますね。でちょっとねこの先交差点のところ左に曲がりますけど、意外とねコーナリングも普通にまあ楽しいんですよね。こうブレーキでしっかり減速してですね、
でこうギュッと車体を倒しながら加速していくんですけど、あ、なかなかねこれも楽しいですよ。普通にね、まあ、バイク乗ってる感覚でビュンビュンって曲がれるので、ちょっとやっぱ自転車乗ってる感覚とは違うんですよね。やっぱこのバルーンタイヤを履いてるからかな。結構ね、感触が違います。ホームページとか見てみるとですね、これ連続航行距離がだいたい30キロから80キロぐらいの間っていう書き方されてるんですよね。随分なんかそれ幅があるなと思ったんですけど、これね、モード5でフルスロットルにしていくと結構バッテリー減っていくんですよね。だから結構エコモード、モード1とかで走ってる分にはバッテリーの減りが結構遅いんですけど、常にフルパワーで走ってるとね、結構バッテリー減っちゃうんですよね。ただ一般道普通に走るにはやっぱ5だと思うんだよな。だからだいたい30キロ前後ぐらいで充電っていう風に思っといた方がいいんじゃないかと思いますね。あ、ちなみに充電に関しては一般用の 100V で充電できました。だいたい1時間ぐらいで 20% 強ぐらい充電できてたかな。だからまあ例えば毎日使うとしても帰ってきて充電しておけば翌日にはフルパワーになってますんで、まあ基本的にね、通勤とかで片道10キロとかで使う人に関しても問題なく使えるんじゃないかと思いますね。ちょっと乗るのにも慣れてきたので、まあここらでちょっとね、登録とか組み立ての話もちゃんとしときたいと思うんですけど、まあ普通のバイク屋さんで買うときと違って、こういうのって大体通販で買う形になるじゃないですか。そうすると自宅に段ボールが届くわけですよ。でそれがまず自分で組み立てられるのかどうかっていうところなんですけど、まあ今回僕ね、一人で組み立てました。でね、大体かかったのが40分ぐらいっていうとこですね。いや、あのね、正直ね、めちゃくちゃ段取り悪かった。めちゃくちゃ段取り悪かったんですけど、それでもね、40分で終わりましたね。できればね、二人で組み立てた方がいいかな。一人で組み立てるとね、何かとちょっと段取りが悪くなりがちです。まあ僕の容量が悪いところもあるんですけど、できればね、二人ぐらいで組み立てた方がスムーズに組み立てられるんじゃないかと思います。で、工具とかはね、いらないです。付属されてる工具だけで組み立てできるので、まあ、ついてきた工具だけ使ってですね、組み立てを一人でして40分。まあ、二人でやれば多分20分もあれば終わるんじゃないかな。慣れた人だったらもっとね、早く終わるかもしれないですけど、まあ、普通の人が組み立てても特段難しいところはないと思います。あとね、登録に関してなんですけど、これはね、販売証明書と個人が証明できるもの、まあ例えば免許証とか保険証とかその辺の類なんですけど、それを持って役所に行けば登録できます。まあ僕の場合区役所に行ったんですけど、区役所に行ってですね、書類を提出して販売証明書を渡して登録してきました。で、役所に行くときはですね、自治体のホームページから登録のときに必要な書類とかがダウンロードできるようになってるので、まあ、先にそういうのをですね、出力して書いて持ってっちゃった方が早いと思います。でね、ちなみにね、これナンバー黄色なんですよ。原付二種で黄色って皆さん知ってます？昔カスタムとかやってる人は結構ね、馴染みのある色だと思うんですけど、カブとかね、モンキー 50cc じゃないですか。で、あれをね、カスタムして排気量を上げると黄色ナンバーになるんですよ。で、電動に黄色ナンバーがあるっていうのを僕知らなかったんですけど、これね、750W なんですよね。で、750W は原付二種の中でもこの黄色ナンバーの方に該当するんだそうですね。ただね、まあ一般的なピンクナンバーの原付二種と法的なところは変わらないので、まあ、2段階右折とか、あと法定速度とかに関しては一緒という感じになりますね。はい、というわけでですね、今回はサイラッシャーのコモダの試乗をしてみました。ちなみにね、今ちょっと U ターンしたんですけど、 U ターンするときとかはね、結構モーターはオンオフが激しいので、普通に自分で漕いだ方がいいです。で、自分でちょっと漕ぐとアシストが効くようになってますんで、これバッテリーがついてる限りはね、電動アシストもしてくれるんですよね。なので U ターンとか小回りするときに関しては、自分で漕いでアシストを効かせるっていう感じにした方がいいと思います。で、僕はね、これ正直に言って電動キックボードに比べたらはるかにこっちの方が事故とか起こさないんじゃないかなと思いますね。あの電動キックボードのタイプはね、結構車輪もちっちゃいしフラフラするんですよ。でもこの自転車のタイプに関しては結構安定感もしっかりあるので、できれば普及させるんだったらこっちの方がいいんじゃないのっていうのは僕の個人的な意見だけどね、普通に思いますね。これはなかなか
いいですよ。で、できればやっぱね、もうちょっとリミッターは後に効かせる感じにしてくれればいいのになっていうのは本当に思います。40キロちょっとしか出ないんですけど、まあ、場合によっちゃ普通の幹線道路とか走ってても大丈夫なぐらい安定感があるので、50キロ55キロぐらい出せるようになってると、もっと使い勝手がいい乗り物になるんじゃないかなと思います。このサス、タイヤ、フレームだったらね、そのぐらいのスピード出しても全く問題ない強度はあるんじゃないかと僕は思いますね。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。 Twitter と Instagram もやっております。概要欄の下に URL ありますので、よろしければフォローお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方に書いていただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。